立ち用パーキング高低差があるからまだあまりつかめてないんですけどね。まあとりあえずどんどん抜きいきましょう。自陣を丁寧に塗ることに俺は命をかける。まあとりあえずね、あの近距離だと打ち勝てる可能性はあるんだけど、いかんせんエイムとセンスがない、それが分かっただけでも収穫である。よいしょ。うわ、なんか来た、怖えな。おい、マルチミサイルか。こっちもやり返したいね。上から適当に投げて、はい、さようなら。お、ジャンプで戻ってきたかな。さて、この辺も丁寧に塗っていこう。あーれーちょっと、これは一番やっちゃいけない死に方ですよ。でも復活が早いのかな。ちょっとマップを見よう。どうなってんのこれ。あんまり前線には出たくないというか、押し込まれてんな。ちょっと待って、マルチミサイル飛んできてたな、怖いな。あと若干塗られてきてるから、ちょっとその辺を塗り返していかないとまずいのではないか。さあどうする。ほら、くそ、インク不足です。クイボ一発だな。ていうかここまでさ押し込まれたらまずいと。溜まってるしな。ほら、二人に勝てるわけないだろ。よし、さあ塗り返していきましょう。とりあえず後ろから味方がやってきてくれたからなんとかなったもののだ。あんまりあれだ、よろしくはないよねこの状況。さておとなしくっていうか、まあ塗っていこうよね。よし、オッケー。マルチミサイル貯めよう。それでおとなしくやっていこう。オッケー。上の方か。なるほど、立ち用パーキング高低差があるからマルチミサイル結構有効ですね。マニューバーはちょっと塗りは広くはないけど、ただもう一発。これはやられたな。だよね、ちょっと押し込みが足りなかったか。もう一回ぐらいマニューバー使ったらいけそうな気がするんだけど、ちょっとシューターに変えますかね。さあ再び立ち用パーキング、今回はどうだろうな。ジェットパックはあんまり動きづらそうだけど、みんな先に行っちゃうよねやっぱりあれかな、あの先に走った方がいいのかな。俺は後ろからもう塗ることに徹しようかと思ってるんだけど。お、フルチャージ。まあこの辺も丁寧に塗っておきましょうかね。おっと、これはまずいのでは。だよね、あねそんな簡単にやられてたまるか。これってさ、あ、こっちに戻れるだけか。じゃあ行きましょう。行け。はい、塗って戻れるからこれは結構いいよね。おっと、さっきのミサイルの跡か。じゃあまあ
ほう、スーパープレッサーね。プレッサーは怖い。怖いけど、意外と何とかなるな。これも。さて。やべ。この辺から投げて、全然濡れねー。適当に打っても濡れないな。この辺ちょっと細かいとこ後ろ回られんな。怖え、やめよう。とりあえずスペシャルを解放することを第一とする。よし、行くぞ。敵はほら、よし、どうだ。まずは球体点か。まずいな。お、くそ、ちょっと待て。よし、 OK。 とりあえず倒せたけどボロボロだ。逃げよう。死なないのが第一だってね。さて、ここが激戦区になってはいるんだけど、こっから先に進めないよね。やっぱ上で誰かが守ってるからさ。どうすっかね。行って攻めるか。ふん、手前に落ちた。いやー、だいぶ集中しちゃってあんまり喋れないな。一応勝ちです。今回は結構切り込めたんじゃない？やっぱシューター使いやすいですね。あとジェットパックも割と移動範囲が多いから使いやすいですね。今回はあんまりお互いにキルしてないな。まあまあ本来は塗り合いですからね。おっと、また立ち上か。さてさて、このまま勝てればいいんだけど。向こうもチャージャーとか結構いろいろ。みんな突っ込んでいくよね。まあまあまあ、そういうのが流行りなのかな。流行りっていうか、そういう立ち回りが正しいのかな、タチウオは。それとも私が塗りに徹すると分かってて、そういうことをしてるのかな。さて、切り込みたいね。行きましょうか。ほい。うん、あんまりよろしくないな。おっと、クイボー、逃げさせてもらうぜ。くそ、置き土産の一つでもすりゃよかった。さて、押し込まれてる。とりあえず塗りながら進んでスペシャル貯める？それとも、いや迷うな。結構塗り残し多いな。いや、もう自陣の塗りに徹しよう。勝ち負けこだわらないとか言ったけど、やっぱり勝てないとね、悔しいですよ。よし、そって嫌がらせで、こっちまで攻め込まれてきてたか。あんまりこういうことしたって意味ないよね。あれは時間制限付きか。ちょっと塗りに徹しよう。 OK。まずいね。あんまりよろしくないぞ、これは。逃げろー。えい。あ、なんだ、これ使えば結構切り込めるじゃん。えい。さよなら。あー、落ちた。乗り損ねると落ちるのか。でも、あれは今までで一番切り込めたぞ。あのギミック楽しいな。さて、どうすっかな。スーパージャンプはあんまりする気はないんだけど、
でもそうも言ってらんないかな、そろそろな。よし、行くか。お、マジで。ほい。よし。いけね。よし、オッケー。と思ったけど、オッケー。キルはできてるけど、全然、オッケー。でも、そうだよな。やられてるよな。切り込んだところ塗り返されてるし。まあ、キルは取れたけど、やっぱりそれだけが問題じゃないんですな。っていうか、シューターで悔しがってるリカちゃん可愛くね？コンブトラック。まあ、ここでシューターは多分まだ使ってないので、まあ、安定していこう。ねえ。ん？ヒカキン？まさか本人じゃないよね。まあ、あれ、なんだろう。まあ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 、いいだろう。その辺は、ね、あんまり気にせず、やっていきましょう。ただ前作おそらく経験してるだろうから、もし当たったら、かなり厳しい戦いになることは受け合い。さてと、チャージャーに攻め込まれるという、恐ろしいことを今経験している。よし、行くか。あの辺とかいそうなんだけどな。いねえかな。いやー、もうちょっと落ち着いて狙おう。さて、近くでジェットパックの音がするけど、敵でしょうか、味方でしょうか。怖いね。向こうにいるな。ほっ、さてどうなってっかな。これはたまった、ルッパでいいでしょう。いや、やられたぜ。やっぱりあれか、的になるんだね、チャージャー相手だと。よし、塗っていくぞ。とは言ってもこの辺はもう塗られちゃって、うわやべ、マジかよ。プレッサーね、狙われてちゃ困るわ。ちょっと嫌がらせして、射線が見えないな。よし、オッケー。くそインクが足りなかった。しかもチャージャーか。あの人うまいな、チャージャー。あの人に狙われないように行きたいけど、ただそんなことを言ってる場合では。あ、やべね、ちょっと隠れとこうか。くそ、逃げられたな。後ろにいるし、2対1で勝てるわけないだろ。車線見えた？味方のチャージャーだよ。危ね。やばいやばいやばい。溜まってんじゃん。どうだ？おお、圧倒的。味方さんありがとう。いいね。うん、やっぱり飼っててもイカちゃんは可愛い。武器変えますか。
ちょっと休憩。塩からずの歌は好きなんですけどね。なんて言います？まさかね、この声にならない声というか、イカゴというか、なんかそういうので、まさかラップが出てくるとは思わなかったんですよね。で、あとここに主観合わせてると勝手にズームされるんですよね。で、ジャイロのおかげでなぜか勝手に左に行ってしまうという謎の現象が。なあ、かわいいな。もうちょっと見てましょうかね、これはね。イータちゃんいい声してるよね。で、このラップな。そうそう、こないだカラオケに行ったらですね、ジョイサウンドだったんですけど、塩辛節入ってたんですよね。あと2曲、黄色に染めてと、もう1曲なんか入ってたんだけど忘れちゃった。まあでも塩辛ずの歌カラオケで歌えるんだって思って。で、しかもちゃんと映像がね、スプラトゥーンの PV みたいなのが流れてて、で、歌詞もちゃんと出るんですよね。今言ってるような感じで、イカゴで、ひらがな表記でしたけど。で、まあ、曲の短さ的には1番だけっていう感じだったんですけど、2番あるかどうかわからないんですが。まあでもあれね、一人カラオケとか、じゃなかったら、スプラトゥーン知ってる同士だったら、多分盛り上がること受け合いなんじゃないかなって思います。これもダメだわ。いつまでも見てられるわ。最高だわ。